岡谷美術考古館は長野県岡谷市にある博物館。市の条例による正式名称は市立岡谷美術考古館である。美術館、考古博物館と市民の交流広場、体験学習スペースなどから構成される公共複合施設である。1970年開館。以前は市立岡谷三種博物館と併設していたが、 2013年11月3日に現在地である動画館通り内に移転し、リニューアルオープンした。館長は長野二期開始部長の花岡克行。美術作品としては、岡谷市や郷土にゆかりの深い作家を中心に、洋画、日本画、版画、彫刻、書、工芸など多数の作品を収蔵している。岡谷の美術の礎を築いた高橋定一郎や、 その、子供たち、宮原玲子、高橋康夫はじめ、岡谷出身の洋画家である、野村千春、草室、森尾、小田昇、辰野とえ子、根岸義雄、山田育夫、彫刻の武井直也、小口節造、版画の増沢昭一郎、武井武夫、武井義太郎、小口作太郎、書画の八幡畜村、大田谷山、工芸の小口実。 八万公書などの作品を所蔵している。岡谷以外では、篠原明と、宮坂正吉、志村和夫、堀内忠夫、西岡水穂、小口正治、浜達也、田中孝夫、泉祐希吉、泉有さ三、小泉親人、竹井武史北村聖某、宮坂拓郎、蝶、懐港、蝶園穂、く新民、塚根格線、川崎春彦、 林やいサムなどの作品を所蔵している。広告資料としては、国の重要文化財に、指定の顔面、とってつけ深鉢型瓦家をはじめ、壺を持つ、妊婦土偶島、岡谷市内の遺跡から出土した、縄文時代から平安時代までの出土品を展示している。AB 岡谷市公共施設白書、市立岡谷美術国館条例。 私立岡谷美術考古館フロア案内イルフプラザから岡谷駅へ通じる商店街、私立岡谷美術考古館美術、私立岡谷美術考古館広告、私立岡谷美術考古館利用情報。ありがとうございます。